今日紹介する腕時計は普段使いに超バッチリです。ヤマン智弘です、今日もですね腕時計を紹介したいと思います。なんですけどもまだ開けてません。届いたばっかりでございます。はい、ですね、箱を見ると今日紹介するのはタイメックスというメーカーの時計です。では早速開けてみましょう。はい、こういう感じで出てきました。はい、というわけでですね、今回紹介したいのはこちら、タイメックスから出ているウィークエンダーセントラルパークという腕時計です。かなりこれカジュアルで使い勝手がいい時計です。では早速ちょっと見ていきましょう。はい、というわけで広げてみました。こういう感じのデザインになっています。本体はこれは合金ですね。そしてベルトがナイロンでちょっとかなり柔らかい感じで、そしてですねこれ裏通しなんですね。なのでこれ取れます。はい、ということはですよ、はい、皆さん分かりますよね。はい、その通りでございます。はい、これベルトを別に買って、違うから色のベルトを買って、好きなものをここに刺して使えるという、はい、これファッション性にかなり優れた時計となっております。はい、今つけてみました。こういう感じになります。これナイロンなんでもうすっごい優しいです。つけてても全然こうガシガシっとして痛いっていうことはないですね。柔らかいのでとてもつけ心地がいいです。で割と軽いんでこれは普段使いには本当にいいですね。はい、せっかくなので時刻を合わせて動かしてみたいと思います。はい、今から時刻を合わせて動かしてみたいと思うんですけども、僕の経験上正しかったらですね、タイメックスは秒針がちょっとうるさいはずです。ちょっと明日紹介しようと思ってるんですけど、もう一つタイメックスの時計が、僕持っててですね、そっちがですねどうもちょっと秒針がですねなかなか音がすごいうるさいんですよね。で今こう外を走ってるバイクもとても音がうるさいと、今動かしてみました。音はどうなんですかね、聞こえますかね。ちょっとマイクの近くに持っていきます。ちょっとね聞こえてるかわからないんですけど、結構割と秒針の音はします。そしてですねバックライトが、はい、ついているんで分かりますかね。はい、よいしょ。はい、このようにですね暗いところでもちゃんと確認ができると、これは嬉しいですね。はい、そしてですね気になる防水は3気圧防水、はい、生活防水っていうんですかね、手洗ったりそのぐらいの防水は全然大丈夫です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。これかなりね色のカラーバリエーション多いんで、ぜひですねちょっとリンクとか貼っとくのでチェックしてみてください。これ1個だけ買ってたくさんバンドを買って揃えて、こう日によってファッションに合わせて、これバンド付け替えるということもできるので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、というわけで今回紹介したのはタイメックスから出ているウィークエンダーセントラルパークでした。気になった方はぜひチェックしてみてください。じゃあ、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はタイメックスの時計を紹介したんですけども、明日もタイメックスの時計を紹介します。それはですね僕の超一押し時計です。はい、ちょっと期待して待っていてください。マジで
マジで買った方がいいよって言える時計です。まあ、今日紹介したのもすごいいい時計ですよ。すごい値段がリーズナブルでおしゃれで、かなり普段の使い勝手がいいんですけど、明日紹介するのはモテます、女子に受けます。だいたい本当に時計かわいいねみたいな言われます。この時計は本当に神です。あざす、ハイミックスさんあざすって感じの、そんな時計があるので、それをちょっと明日紹介しようかなと思っています。まあね、こうモテとか言うとね、速攻でね低評価つけてくる野郎がねいるんですけどね。それかね、もう何バイクはうっさいしね、さっき、まあ、ゴキブリが出たんですよ。また速攻で瞬間で潰しましたけど、クイックルワイパーでうわってこう、もうほんと夏はゴキブリとね、バイクがこう湧いてくそったれですよ本当に。はい、というわけでですね、明日は、はい、一押しの時計をですね紹介するので、ぜひですね、チャンネル登録の方、していただけたら嬉しいと思います。うん、まあ、一緒ね、この番組じゃないですけど、このメインの動画が終わった後のね、この 50% にこう縮小されたこの空間はもう好きにさせて、うん、もう好きに喋らせてね、気合い入れてね、気合い入れてこうちょっと気を引き締めてね、喋ってるのもねちょっと疲れるんですよね実際。うん、ちょっと俺のこういうね、本来内側もどうでもいいやる気のないね、はい、ここもねちょっとこう見せていこうかなと思っています。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。